でもアンダーっぽくしてるんですかね。してるんだけどちょっとつながりはあんまいまいちよくないな。2個目ちょっといけんのかな。ちょっとアンダーオーバーアンダーオーバーみたいなね、はい、もうちょっと弱アンダー弱ニュートラル、はい、弱オーバーみたいにしてほしいんだけど、はい、ちょっと触れすぎるっていうかね、ダブルレンチェンジですが、これはちょっと悩ましいのは、やっぱ 4WS ついているので最初のターンインの時は80ぐらいのスピードで入っていくんですけど、その時のまあ制御と、中入ってもうちょっと車速が落ちた時にやっぱりリアのステア の, その制御系が変わってくるので、まあ、全体を通してみるとちょっとアンダーになったりニュートラルになったりちょっとオーバーになったり、まあわずか 1,2 秒の間にその限界の挙動特性がちょっとアンダーちょっとオーバーみたいな感じでこう触れていくんですね。だからアンダーだったらずっとアンダーにしておいてほしいし、ニュートラルだったらずっとニュートラル、なんかその一定性みたいなものがちょっと欠けてて、なんか制御によって車速によってなんかいろいろ動きがチグハグチグハグって出てくるところにちょうどこのダブルレンチェンジの車速域だと、まあ、制御のもうちょっと洗練させてチューニングした方がいいのかなっていうのは感じられましたね。切るほど曲がるね、はい、BM は。BM の特徴ですけどフロントエンジンなんだけど、まあ、切れば切っただけやっぱりターンインできるので、ちょっと攻め込んでステアリングをこう早め多めにこう切っていくとアンダーステアが出ずにやっぱりファイナルオーバーステアみたいな特性が出るので、
あのこの車もやっぱ本質的にはドライバーが運転が上手い人が乗るとより BM の M6 の本質を引き出すことができるなと思うんですね。まあ、切れば切っただけあのダブルエンでもあのノーズがうまくそのライントレースするというところに BM らしさを感じます。もちろん ESC、DSC があるので破綻するようなことはないと思います。